天水分神社は、大阪府南河内郡、千早赤坂村大和水分にある神社である。通称水分神社。水分大名神、浄水文社とも称する。式内社で、旧社格は、府社。古より、金剛山鎮守として、また、楠木のの氏神として数形された。中殿に、雨の皆かぬしの神、左殿に、天水分神、水はめの神、右殿に、 国水分神、セオリツ姫神を祀る。このうち、雨のみなか主の神以外は水神である。社殿によれば、辻神天皇5年、諸国が飢饉となった時、各地にため池や溝を作ることが勧められたが、この時に、金剛葛城の山麓に水分神が祀られたのに、始まる。演技式神明朝に、河内国石川郡建水分神社と記載されている。 上水分社の故障は、ビグ、クルミ玉神社を下水分社と称するのに対応した、ものである。元の鎮座地は、現在地より、北約100メートルの水越川のほとりにあったが、南北朝時代に陛下にかかり、荒廃した。このため、建武元年、五代醐天皇の直命を受けた、楠木正重が、現在地に、本殿、拝殿、首郎などを再建し、先座した。 延元2年4月27日、最高位である小一くらいの深海を授けられた。また、延元5年、略王3年に正重のこの正行が、賢水文神社に奉納した変額に、左衛門の正位の自筆が記されている。中世、織田信長軍の河内国攻略の際に車両を没収され一時衰退するが、豊臣秀吉が車両を寄進し、復旧された。 1873年の社格制定の際に、付近18家村の総鎮十三度人のゆえをもって、合社に、列格した。1907年に、新鮮平白とも新社に指定され、宇治こ地域内の17神社を合祀し、1913年に、府社に昇格した。ありがとうございます。